実際に帰国子女入試に向けての、選び方ということと、あとはタイムラインですね、どんなことを意識して準備していけばいいのかなというお話をさせていただこうと思います。今日のテーマはすごく帰国子女入試という感じで大きくですね、捉えて見られるテーマかなと思って、見られている方も本当にいろんな状況の方がいると思うので、一般的にこんな感じで準備していくといいですよというので、今日はお伝えできたなと思います。であくまでも参考まで聞いて、早速タイムラインですね、受験に向けてということですが、小学校から高校まで、時系列で並べてみて、一番上の矢印がですね、英語の勉強の目安になります。で結構帰国子女入試は英語力で結構目指せる学校が変わったりとか、講義にも大きく影響するので、ぜひ英語は軸にして勉強されるといいかという意味で矢印を書かせていただいております。でここについては中3まで準1級と書いてあるんですが、これも小6で準1級を目指される方もいらっしゃいますし、高校の段階で準1級を目指そうという方も様々なんですけれども、基本的に中3の段階まで準1級までを取れるようにという勉強をしていくと、いろんな選択肢が見られるかなと思っています。で次に入試のタイミングとか編入のタイミングも書いてあるんですけれども、ここも入試は決まった時期ではあるんですけれども、編入とかは本当様々かなというふうに思っています。で小学校から高校までそれぞれどんなことを意識していくといいのかなというのもちょっとまとめているのでお伝えさせていただくと、まず一番左の小学生に関しては、学校の成績アップはぜひ目指されるといいかなと。もちろん入試に向けて勉強していくということも重要なんですけれども、やっぱりその土台となるのが学校の勉強なので、そこは集中して取り組まれていいかなと思います。で英語力は、常に高めていくということと、あとはもともと日本にいて海外に行かれる方とか、あとは海外にいて日本に帰られる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりそもそも生活に慣れないと学校生活も大変だなと感じたりとか、あと学校生活に慣れなかったりすると、それもまず勉強どころじゃないなということになってくると思うので、まずは学校の生活に慣れるとか、そんなことは大切にされるといいかなと思います。で小学校の段階5年生ぐらいにはもう帰国入試受けられる方は、どんな学校を選んでいけるのかなというのは少しずつ意識されるといいかなと思います。で小学校6年生になると、いよいよ入試の年なので、大体皆さん入試の2年前とか1年前ぐらいから対策を始められているんですけれども、小学6年生になったら本格的にもう出学校選びですね、チャレンジ校と、行きたい学校と、あとはいわゆる併願校で確実に行けるような学校というので選ばれるといいかなと思っています。あとは具体的な試験対策があったりとか、あとは帰国生入試というかなと思うんですけれども、出願の時に英語力を示す必要が多くあるので、その時に提出できる英検とか TOEFL っていうのはもう計画的に準備をしていけるといいかなと思っています。英検とかも最近は受ける機会が増えてきているので、何でしょうか、機会を伸ばしてもですね、なんとかなることはあるんですけれども、早めに準備ができるといいかなと思います。で中学生になったらですね、小学生でやっているようなこととまた同じような感じで対策を進めているんですけれども、やっぱり学校選びで、国内の学校に行くにしても、ID コースだったりとか、国際バカロレアコースとか、またもしかしたらインターンとか、そういったことも考えるから、また試験対策については、3科目ですね、英数、国の対策をしているのか、あとはいわゆる AO 入試、人物評価の入試のタイプでいくのかっていうのも早めに決定して準備はしてみるといいかなと思います。やっぱりこの方向性によって3年間でやっていくべきこととか大きく変わってくるので、こちらも受験検討される方は早めに動かれるといいかなと思います。この方向性についてはですね、もう大学入試に向けて例えば SAT とかですねの対策が始まったり、エッセイがすごく重要になる試験なので、エッセイに向けた準備学校生活で内容とかというのを決めていくかなというふうに思います。こんなところを意識して勉強をされるといいかなというふうに思います。続いて中学受験にフォーカスを当てた流れにはなるんですけれども、ちょっと重要なところをピックアップしてお伝えしていくと、小学5年生まではぜひ基礎学びですねをされるといいかなというふうに思います。で入試についても英語で
勝負をしていくのか、それともすごくもしっかり勉強して3科目でやっていくかによって変わってはくるんですけれども、できれば小学校年生までにしっかりと基礎型ですね、3科目でやっていけるといいかなというふうに思っています。で、小学6年生の春もこのタイミングですね、ちょうど今かなと思うんですけれども、学校選びぜひ進められるといいかなと思います。やっぱり実際に学校に行ったりとか説明会を聞いたりしないと雰囲気っていうのはつかめなかったりとか、やっぱり何を重視するのかっていうのは見事なことにすると思うので、学校と触れる機会っていうのはぜひ使っていただきたい。いよいよ志望校が決まったら、ね、一番時間のある夏で勉強が追いついていなかったら追い上げていったりとか、もうそこで応用問題を取ったりとか、あと本当に準備の早い子については過去問の練習は夏からやっていたりするので、もうどうしても行きたい学校があるという場合には夏からですね、本格的に行ってくれるかなと思います。で、実際に小6の秋とか、あとは12月になってくると入試が本格化するので、そこだと直前の対策とか、あと面接試験がある場合には結構そこを重視する学校もあるので、面接に向けた対策はぜひやっていけるといいかなというふうに思います。はい、なのでこれがざっくり一般的な帰国生入試のタイムラインかなと思って、ここから皆さんの高校家庭の準備が遅れているとか早いとかっていうのも確認してくださるといいかなと思います。はい、で、学校選びの基準ですね。一応皆さんすでに決まっていたりとか、こんな学校に行きたいなというのもあると思うんですけれども、結構私たちが一緒に学校を選びすることもあったりして、その時に意識しているのがこのような点になっています。はい、で、10項目あるので全部お伝えすると時間も足りなくなってしまうんですが、この中でやっぱり皆様が気になっているところをちょっとまとめてお伝えしようかなと思います。で、まずはですね、やっぱり海外でずっと生活していらっしゃる方、国内にいた子に行ってますという方は、普段触れているのが英語の環境だと思うので、やっぱりそれをずっと維持していきたいだったりとか、それを伸ばしていきたいなっていう思われる方がいて、やっぱりその一般的な公立校とか、一般生がたくさんいるような学校に行くよりかは、やっぱり英語力を活かせる学校に行きたいなという方がたくさんいらっしゃって、でそういったご相談をたくさん私たちも受けているので、そういった時にいろいろお話しさせていただくのが、例えば国際学級になるかというのはどういうところになるんですか。あとオールイングリッシュで学べる学校ですね。例えば英語だけじゃなくて、何でしょうか、理科とか社会とかも英語で学べる学校になりますかって言って、お話をさせていただく学校なんですけれども、今、このスライドで上げさせていただいているような学校をはじめとして、あと数校、地方なんかもするんですけれども、皆さん、そういったところを目指されています。で、傾向として、両方のタイプの学校についても、もちろんその中で、何でしょうか、学力レベルの上下というのは、やっぱりそもそも校風が全然違うとか、学校の大切にしている部分というのが変わってくるので、そこは実際に学校のホームページで、パンフレットとか説明会を見ながら、この学校がいいなっていうのは見られるかなと思います。はい。あとはですね、今の話の延長かなと思うんですけど、やっぱりずっと海外にいらっしゃって、育った環境が、海外の環境に置かれてきたりすると、やっぱりそこで触れてきた文化とか、生活とかがいいなと思われている方がたくさんいます。で、そういった時に、ゆくゆくは海外の学校に行ってみたりとか、大学に進学したいなという方がいらっしゃって、そういう時に、やっぱり大学の合格実績、特に海外大学何年というのかなっていうのが、重要かなというふうに思います。でそういう時にこれ本当にざっくりと例年その人数が前後したりとか、いろいろ他の星によって大きく変わったりするんですけれども、パッとですね、得られる情報としては、このリストにあるような、ものになっていまして、やっぱりパッと見るとですね、海外大学実績ありますよっていう学校の中でもすごく差があったりとか、するなんていうところが分かると思いますので、本当に、海外大学に行きたいなという方に関してはですね、段階からサポートも充実した学校に行かれるといいかなと思うので、この辺りを参考にいただくといいと思います。で、このいろいろ挙げさせていただいた学校もですね、後ほどお話はするんですけど、試験のタイプが全く異なってくるので、そこは早い段階で上昇するといいかなと思います。はい、続いてが
カリキュラムですね、実際に入試に向けてはさっきお伝えした内容であるんですけども、やっぱりあの高校とか中学で、学ぶカリキュラムっていうのもあのこだわりがある場合にはですね、そういった面もしっかりと調べられているかなと思っていまして、例えばあの IB 校ですね、世界中で通用するような高校だったりとか、あのハイレベルの学校までで通用しているというものが取れるものがあって、それに関してはですね、国内だとこのリストに挙げた以外にたくさんあるんですけれども、ここのスライドに挙げたような学校をですね、皆さん出される方が多いですので、実際に IB カリキュラム勉強したいなという人はですね、ぜひこういった学校は検討していけるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、IB カリキュラムだったりとかですね、実際に資格を取得できたりはするんですけども、大学室が最近はその資格取得のために受けるその最終試験というようなものがあって、そこのスコアによって受ける大学も変わっていくので、なるべくその毎年高い IB スコアを出しているところというのは行きたい大学によっては目指される必要はあるかなと思って、もし IB を目指される方についてはどの学校をどのくらい のレベルの IB 対応しているかっていうのはしっかりしながら進められるんじゃないかなというふうに思っています。入試まで2年とか、あと入試まで1年っていう状況の中で、やっぱり実際に受けられる学校を選定するときにやっぱ重要になってくるのが試験科目かなというふうに思って、ここからは滝沢先生の方から実際に試験対策していくときにはどんなことを心がけるかというのをお話ししたいなと思うので、よろしくお願いします。